皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は3番ウッドの打ち方について説明をしていきます。3番ウッドで今回は高弾道の球を打つための方法について説明をしていきます。3番ウッドだとどうしてもボールが上がらない、どうしてもボールを上げようとしてしまってミスショットが出てしまう、こんなようなミスをしている方非常に多く見かけます。ボールを上げようとして高弾道を打つのではなくて、高弾道が出る、メカニズムをですねしっかりと覚えていただくことで、この3番ウッドでも簡単にボールを高く上げることができます。それではレッスンに入っていきたいと思います。このように構えていただいて、まず高弾道を打つ時のアドレスというのは、ボールを上げたいという意識を作る、このようなアドレスを作るというのは大事なことになります。ここから少し右肩を下げている状態、このような軸をですね少しこちらに傾ける形を作ってスイングすることでボールは高く上がりやすくなってきます。ただ3番ウッドでこのような形をやりすぎてしまうと、アッパー軌道になりすぎてしまって、トップゴロっていったミスになってしまいます。なので今回は少し違った方法で高弾道の球を打つといったことをやっていただきます。この高い球を打ちたいときというのは、バックスイングを作ってダウンスイングにかけて下ろしてきたときに、インパクトの直前でこのシャフトというのは、このようにですね逆にこういう形でしなってきます。これがですねこういう形でダウンブローな意識で打ってくるとボールは高く上がりません。ショートアイアンとかはダウンブローでこのように打っていけばボールは高く上がるんですが、スプーンなどはロフト角がもともとないので、このようにダウンブローで打ってしまうとパワーがない方はどうしてもボールを上げることは難しくなってきてしまいます。なので今回はこのこういうしなり方ではなくて、ここから逆にこういうしなり方を使ってインパクトを迎えるということをやっていただきます。実際にインパクトの形ではこのようにヘッドがしなってくる動きというのがスプーンでは正しい動きになります。このイメージをどのように作っていくかと言いますと、インパクトの瞬間に手を止める意識でスイングをしていくということです。インパクトの瞬間にこのように加速をヘッドはしていきます。加速をしてきたところでこの支点となるグリップの部分が止まったら、ヘッドはバンと前に出たがります。この動きを使って高弾道のボールを打っていきます。それでは一度打ってみます。はい、このようにですね止めることで球の高さというのは上がってきます。ただですねこれを大げさにやってしまうと、実際にこの辺までしか触れなくなってきてしまいますので、このイメージを頭に持ちながら、スイングをすることでこの手元というのはぐっと加速することがなくて、ゴロ、トップというのがなくなってきます。ぜひ一度皆さん、今のレッスンですね頭に置いて、この3番ウッド打つ練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。